さあ、この番組は世の中の未知で変わった内容の本、誰が買い取んねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組でございます、はい、さあ今日はどちらから。はい、今回は創業48年、京都にある軽文社一乗寺店。いい雰囲気ですね。一乗寺、京都のドラマ一本撮れそうなね、雰囲気いいね。これはあそこのベンチにエータが座ってそうです、ね、似合いますよね。似合うよね、はい、こちらの軽文社さんなんですけど、2010年にイギリスの大手新聞ガーディアン紙が選ぶ世界で一番美しい本屋10選に、ほー、世界で、あー、俺の目に狂いはなかったですね。やっぱりドラマ撮りたくなるっていうね、一瞬で思わせる。他にですね、選ばれてるのが劇場を改装した本屋。へー、お前ステージあるわ。やっぱ世界はレベル高いっす。ああ、でもその中入ってあるからな。こう見せられると世界のレベルはやっぱまだまだ高いっす、ね、でもちょっと アルゼンチンはもう取りに行ってるもん、ね、アルゼンチン、これはな、これをね。ああ、本屋さんなんですけど、まあ、ちょっと生活に根付いたものみたいなので、はい、生活館で雑貨を置いてたりとか、はいはいはい、で中庭とかもあったりするんですよ。中庭が、はい、古本屋に。あ、ここで読めんの。ああ、もうちょい綺麗にしてもいいんじゃない。いやいや、これがええんやろ。まあ、一応ですね、森田さんのメンタル童貞ロックンロールを置かせてくれませんかってお願いしてみたんですよ、うん、勝手なことされてる。今後検討しますね。いやいや、置かへんやろ絶対に。中庭に捨てといてください。それも合わへんよね。今週のがこちらになります。わ、あ、出た。うーん、めちゃくちゃ好きよ。経済学なんだ。ガチャガチャの。はぁ、おー、なんかワンフロア全部ガチャガチャとかありますもんね。まあ今増えてますよね。だから俺らも出したことありますよ。出しましたね、番組でガチャガチャを。ガチャガチャ、ね、はい、なんか猫と美術を掛け合わせてみたいな、はいはいはい、モニャリザとか、うん、なんかそういう。良かったよな、あれ。まあ良かったけどな。可愛らしかったね。いくら売り上げていくら儲かったとかの連絡はもうなくなりましたね。そうそう、まああんま売れなかったですね。小銭だけもろた。ああ、まあちょっと楽しみですね。うん、どうも、あの、こんにちは。はじめまして、日本ガチャガチャ協会の小野と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、小野さん。、はい、俺らはガチャガチャ協会と言われても屈する気はないですね。あんまり聞かないです。、ね、ちょっと怪しいですけど。怪しい、はい、だいぶゴミだけ片付けていただいて、はい、一回ね。あれ、何ですかこの辺は。結構散らばってますよ。こんな散らかされても俺らは屈する気はないです。なんか支配しに来たわけちゃいますから。、はい、ガチャガチャ協会っていうのがあるんですか。あ、そうなんですよ、うん、はい、2019年に、うん、あの任意団体で立ち上げたんですけど。あれ、それでもあれですね、はい、もっと前からあったのに、なんか協会はなかったんですよ。なのでちょっとやっぱり、うん、あの、もともとあの大手の玩具メーカーでガチャガチャをずっともう30年間近くやっていて、はいはいはい、で、あの、5年前に独立した時に、はい、あの、日本ガチャガチャ協会を立ち上げたんですね。あ、で、あの、昨年の6月に、はい、あの、一般社団法人化して、はい、はい、あの、本格的にちょっとガチャガチャをこう極めようという活動をしてます。小野さん、そのおもちゃメーカーみたいなところで働いてたんでしょ。あ、そうです、そうです。で、独立っていうのは何のための独立なんですか。あ、ガチャガチャをさらに広げるために。、はい、あ、ガチャガチャで独立したみたいなことない。そうです、そうです。はい、もともと言っちゃうと、タカラトミーアーツというもともと友人という会社にずっといて、はい、そこからもう1994年からなので。何をやってたんですかそこで。あ、商品開発をしてましたね。これ手掛けたぞっていうのは、オリジナルで、あの、コムシちゃんの缶詰といって、あの、昆虫のちっちゃいミニチュアが、はあ、あの、缶に入ってるような商品とかをやったりとか。それはヒット作。あ、そうですね、だいたい150万個ぐらい出てたので。お、はい、これだいたい何個いったらヒットなんですか。あ、今だって10万個ぐらいですね。10万個ぐらい。 前だと、あの、そんな売れなあかんねや。そう、ガチャガチャビジネスを、ね、やり始めた時はやっぱ100万個とか結構平気で出たりとかしてたんで。例えば、はい、俺の世代で言えば金消しガン消しとかっていうのはどれぐらい売れたんですか。あ、金消しだとね、あの、トータルで1億8000万個で。え、1億8000万個。そうそう、だから森田さんとかがやった時は、あの、1983年なんですけど、1億8000万個全国に全国は
国民一人一つ持ってるとね。すごいな。はい。それだけもう。ほんまや。いやいやでもそれぐらいのノリでしたよね。そう。一個どころじゃなかったもん、はい、だって別に。まあシリーズもだいぶ続いてるし。子供の数かける10ぐらいのノリでしたよね。まあ、あとはもう本当にお子さんが多かったんで。はい。そもそもは日本が発祥。もともとアメリカなんですよ。アメリカから日本にこう導入されたんですよ。あのスタイルですか。あアメリカも。ガムとかピーナッツの中におもちゃ入れてたんですよ。ちっちゃい。M&M'sとかってそういうことですね。そうそうそう。あの中に、はいはいはい、あのカプセルに入らない形でフィギュアが入ってる。そのフィギュア、これがそう。そうそう。でこのフィギュアを作ってたのが日本なんですよ。あ、フィギュアは作ってたのに。1930年だからまだその戦前からこういった商品、あ、そうなんですよ。輸出してたんですよ。何も知らないで。ガチャガチャのフィギュア何も知らないんや。何も知らないです。こんなフィギュア何に進んで。こんなもんいらないっていう感じで、そうそう。それがね1965年にあのエロー・ハードマンというアメリカ人がいるんですけど、こういうビジネスがありますよっていうので、1965年の2月の17日にあのガチャガチャが今度日本に登場して、アメリカのマシンとあと香港の商品入れてやり始めるんですよね。それからずっとこの1965年にからこうずっとこのガチャビジネスが、それが歴史は長いな。そのなんでそんなにハマりだったんですか、ガチャガチャに。ハマった理由ですか。そう、あのね、元もやっぱりね、あのおもちゃが好きだっていうのはあって、うん、あのよく駄菓子屋さんとかで子供の時はやっぱ自分の世代だと10円20円だったんですけど、うん、おもちゃメーカー入りたくて、うん、でそれでこう入ったところがたまたまガチャガチャだったんですよ、うん、でそれがユージンって会社で、うん、でそこも最初からも100円で、うん、はあ、やり始めて。そうか、はい、昔はだって100円当たり前、100円が当たり前ですもんね。そうですそうです、うん、2枚とか入れんかったもんな、はい、その100円を子供たちがそのお小遣い貯めて、うん、はいはい、お手伝いしたりとかして100円にして、それをこう入れて、はい、でこう回すじゃないですか、うん、で回して好きなものが出てこないんです。好きなものが、そうそうそう、全然欲しいなっていうやつが出てこないっていうのが結構見て楽しいなと、うんうん、子供ながらにその、まあ好きなものが出ないんでかぶるとか、はいはい、ギリ許せる範囲のまあまあ回す楽しさが悪というかね、悪じゃない、ガチャガチャ、そうそう、ガチャガチャのポップのところにこう美味しいぐらいにこうなんか当たりがですよ、当たり目って言って、そこにこううまく表現してこれですよ、うん、出るよって言ってて出ないんですよ、うん、はいはいはい、はい、100個中、まあ、3個とか、うん、その当時はね、今平均的に入ってますけど、うん、何やろな、そうそう、子供が初めて覚えるレフ人かもしれないあれってほんまにね、うん、ね、何やろな、ほんま泣きじゃくっていいはずやのに、そうそうそう、だからなんかまあまあまあっていう、人生をなんかこんな甘くないぞっていうそうっすよね。それガチャガチャ教えてくれる。それがね勉強になるんですよ。そう、確かにそうやって俺らは教わってきたんだなって思う。その勉強を教えながらこう食べれるって思う。ああ、そうか。なりわいにできる。子供の夢を食べてると。食べれるって。この小遣いでこう食べてるってこと自体が、なんかこんなビジネスあるんだって。子供の悔しい気持ちによって食べれるみたいな。どこら辺からそのガチャガチャは儲かり出すんですか。あ、ガチャガチャも最初から儲かってるんですよね。儲かってんね。もともとでも10円の中でもう本当何銭とかで作ってたので、だから結構やっぱり儲かって、あと日銭商売なので、あの金庫みたいなもんですよ。だからレジみたいな感じで、あのお金どん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 入っていくので。はあ、あれってどういうシステムだったんですか。まあ言ったらまあ作ってるメーカーにもあるし、はいはいはい、なんたらそれを置いてもらってる店も何パーか持ってるわけでしょ。そうなんですよ。置いてる店が基本その何もリスクなくて、あの置くと何その部率をもらえるんですよ。10%。はい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 、でそれをまあメーカーが作るじゃないですか、はいはいはい、工場に作ってもらって、うん、それをあの代理店というところに卸して販売してるか、はいはいはい、もしくは自分たちで、うん、あの入れて販売するので、うん、結構な利益が出るじゃないですか。でも俺らが作った時は確か、こういうの作りましたっていうプレゼンがあって、はい、でこれ置いてくれるとこないですかみたいな感じやったような気がしますけど、そういう今はそういうスタイルっていうことですね。そうですね。今代理店がいて、その代理店にこうなんか話して、うん、でそれをこうあのどっかの店とかに置いてもらう仕組みになる。だから置いてもらうところがないともう意味ないってことですよね、はい、うん、だからむずいんですよね、その開発したはいいけどみたいなことですもんね、はいはい、なんか失敗されたやつあります？これやってもだなっていう。失敗したやつはね、スライムっていう商品わかりますか？スライム、はいはいはい、あれをね30万個作ったんですよ。で15万個出荷して、で売れて、で次の夏にこうなんか販売しようと思って倉庫に収めてたら、なんかおのじゃなんかカートが軽くなってるよって言われて、だから全部揮発してたんですよ。
あのスカスカ夏で一夏持たへんねん、一夏持たない。それをね、それを考えなかったんです俺はね、ポッピンアイ、おお、こうやってね、ポッピンアイ、あ、裏返したやつ、裏返したやつ、裏返してどのタイミングか知らない、はい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 、あれもめっちゃ売れましたよね、あれも売れましたね、ね、はい、あれ皮膚につけて、あのつけるんですよね、はい、そう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 、あとトムボーイズのもあったんですよね、トムボーイってあのバネみたくなっててこうやって、はいはいはい、あのあれこう階段降りていくやつですね、あれな、あれあれのガチャバージョンがあったのね、そうか、ちっちゃい版みたいなことが、ああ売れるんですよね、でも基本やっぱあれですか、そのまあ1個の商品があったらガチャに入れちゃえばもうガチャ成立するみたいなことにはなるんですか、それってどうなんですか、そう、あのね、面白いのがガチャガチャに入れると意外と売れちゃうんですよね、ガチャガチャにする方が売れる、まあ、売れる売れる、本当に全8種類コンプリートとかはありますけど、うん、あれはまあガチャガチャのために開発されたやつ、 そうです、あれをおもちゃ屋に置くっていうのはダメなことなんですか、どうなんですか、あでもそれあのなんだろう、ガチャガチャに入れたものを基本そのなんか普通の物販で売るって言っても、うん、一応できるんですけど、うん、ただあんまり売れないですね、あ、ね、そっちは逆に売れへんねや、これが欲しいって言って、うん、あの選べちゃうと残っちゃうじゃないですか、うん、ただガチャガチャだと10種類あったらその10種類をコンペティションに、うん、いらないやつを、いらないこのカスみたいなやつが、はい、そうもしかしたら欲しいかもしれないじゃん、はい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 、そうすると人によってはこれ欲しいわけですよ、欲しい、そうするじゃないと買えないから全部やるんですよ、はいはい、ドラゴンボールでいうヤムチャばっかり出るみたいなね、そうそう、だヤムチャをもう勝手にもうね、あの押し付けるみたいなことですよね、うん、そう2個同じの出てくるとか3個4個続くじゃないですか、うん、僕でももうネットで買ってますもん途中から、ドラゴンボール、あーそれはお前はその野暮やわこれやっぱりってことですよね、修行が足りない、修行が足りない修行足りないですね、甘やかされてガチャ修行が足りない